尽くし、肥後の地を所領に構え、豊臣家の武断派として活躍。肥後の地より全国に九州の名を轟かすため、ここセントレアの地に出陣します。目指すは天下一。それではご登場いただきましょう。熊本城おもてなし武将隊の皆様です。国より天下に轟くし、我が武勇、我が不屈の魂は時の天下人も一目を置いた。島津の歴史に暗訓なし。今こそ島津の戦を見せてくれようぞ。我こそは戦国最強と謳われし島津家の軍師、島津義弘である。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城おもてなし武将隊は、皆様方こんにちは。大きな声をありがとうございまする。いやいや、まだ出るのではございませぬかな。なんと、もっと求めるか。さっきのお師匠の方がキャーキャー言うとりましたから。焼くな焼くな、聞いておりましたよ。それが欲しがるときで言うとの欲しがっておりまする。では申し訳ないが、この赤き紋章のために今一度皆様方大きな声でお願いいたしまする。皆様方こんにちは、こんにちは。やればできるではないか。満足いたしたか。満足でございます。申し訳ございません、では皆さん、またこのセントレア出陣祭り、まずは開催誠におめでとうございまする。そして我々をこのセントレア空港にお招きいただいたことにも、皆様にも感謝を申し上げまする。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、我々は改めまして熊本県熊本市熊本城よりやってまいった熊本城おもてなし武将隊と申しまする。なぜ我が起きたんだろうか。熊本言い過ぎなのかもしれません。島津様狙ったわけではないのにございます。まあ、わしは薩摩の人間だけど熊本押しておるんじゃ。いいではないか。もったいない。いや、失礼いたした。熊本城おもてなし武将隊と申しまする。おそらくこれだけたくさんの方がいらっしゃいまするゆえ、もしかしたら我々のことを初めて見たという方もおられるかもしれません。いやそんな人がいるわけございません。一応聞いてみますが、本日我々熊本城おもてなし武将隊初めて知りましたという方、遠慮なく挙手をお願いいたしまする。嘘つかれる方が傷つくから。正直な方がいらっしゃいますよ、島津様。いや、さようでござるな。いや、しかし無理もございませぬ。しかし、こうやって挙げていただいた方にも我々のことを知っていただく好機と捉えさせていただきます。そうですな。では天姫よ、はい、我々が普段どのような行いをしておるか皆様にご案内お願いいたす。はい、私たち熊本城おもてなし武将隊とは、この日の本をさらに盛り上げてまいろうではないかと
400年前より蘇りし物の不集団にございまする。私の父上加藤清正を筆頭に計7名の陣形にて熊本城を拠点に毎日おもてなしを執り行っておりまする。ただおもてなしを執り行うだけではなく、1日に2回おもてなし演舞または歴史のお話などをいたしまする座談会を執り行い、お声がかかれば各地へ馳せ参じてこの日ごのち、ここは終わりじゃった。私たちがおる肥後の地を PR しておるのにございまする。して、こたびはセントレア出陣祭りが執り行われるいうことで、先ほど終わりの瀬戸市から鉄かごに乗って馳せ参じてまいりました。皆様、こたびはお時間ある限り最後まで楽しんでいってくださいませ。ありがとうございまする。さあ、そして島様、おう、まあ、我ら尾張に来たのは、昨日、おとといから、はい、さようじゃな、でございますけれども、おとといからバイトだな、我ら、これ朝は別の、祭り瀬戸市の方にお邪魔しておりまして、ちょっとこちらの参戦が遅れてしまったことは誠にかたじけないなと思うとる次第でございまするが、島様、久方ぶりの尾張の地ということで、いつぶりでございまするか。ちょっと待ってくれ。あ、いかがか。多分初めての方もおられるんだけども、わしこのように尾張の地に参って、尾張の国についてわしが喋ろうとすると決まって敵が襲ってくるんだけども、本当でございまするか。なんかわしこの流れ嫌な予感がするんじゃ。本当でございますか。島様が、尾張の感想を言おうとすると敵襲、敵がやってくるんじゃ。いやいや、そんなことございませんよ。大丈夫でございます、はい、大丈夫か。ここ中部国際空港セントレア警備抜群でございます。なるほど、最新鋭の警備体制で絶対敵入ってこれんな。さようでございます。それがしの患者も何人か潜り込ませております。そうなのか、それ信用ならんではない。あ、大丈夫、あそこのスターバックスコーヒーとかに一人。さようか。じゃあ、安心してわし、尾張について語ってよいか。はい、大丈夫でございます。どうぞ語ってくださいませ、島津様。いや、じゃあ3日分語らせてもらってよいか。あ、もうぜひぜひ、尺いっぱい使ってください。あ、さようか、さようか。いや、わし、かれこれ3日前にやってまいって。ほら、やっぱりではないか。気のせいでございました。気のせい、気のせいでございました。気のせいのようにございます。心臓に悪いからやめてくれ。申し訳ございませぬ。わし479だぞ。あ、本当でございます。心臓弱いから。本当でございます。にもかかわらず結構やる気満々でございます。いや、来たからにはやるけども。あ、申し訳ございません。嘘なんじゃな、来てないんじゃな。嘘というか、勘違いでございます。うちの患者が勘違いしてる。勘違いでございました。これはみなみな失礼いたし申した。申し訳ございません。なので安心して語っていただいて大丈夫です、はい、なんか安心したら何を喋ろうと忘れてしまった。では島津様がお忘れになったということで、やはり演舞見たいなと思っておる方もたくさんいらっしゃると思うのにございますよ。島津様の感想どうでもいいから演舞を見てろ。いや、わしもやはりわしの感想はまた後々語って。誰だった今、わしあまりにも早すぎて見えんかった。おひげが見えました。今のは三英戦プラス一陣羽織の持ち主の前田利家様でございます。なんだろ、利家様ではないか。危うく切りかかろう。今正面しか見えなくて敵かなと思ったら陣羽織を見て味方かと思います。なんか英戦ならば仲間ではございます。英戦でございます。英戦の代表格でございます。そうですね、ちょっとこの英戦の話もいたしてよろしゅうございますかな。永遠の話に入る。永遠の話でございます。永遠の話、さっさと演舞したいと思うとる方はちょっとだけ我慢してくださいませ。我ら熊本城おもてなし武将隊、計7名で組んでおりまして、加藤清正様を筆頭に三代目と呼ばれる島津義弘様、そして黒田官兵衛義孝様、この三代目、そして、わしを含む加藤家三傑と呼ばれる、飯田角兵衛、それから森本義太夫、商売者隼人とおりまして、三のくくりをもっともっと増やしていこうということで、三英戦というものを、今年の4月に結成いたしました。3人の優れたヒゲと書きまして三英戦でございます。筆頭はもちろん我が主君加藤清正様、そしてじゃないの、もちろんでございます。もちろんにございます。英戦具合で言えばどちらかというとそれがしの方が英戦具合半端ではございません。まあそこは言うと長さ的なものでございます。面積で言えば父上にございます。そうでございます。測りどころいっぱいあるんでございますけれども、はい、まあそれは良いわ。島津義郎さん、そしてそれがし、森本秀三英戦で活動しておりまして、今年4月に活動はしておらねよ。活動しております。絶賛推し中でございます。推してまいっております。3人の中だけで、4月ですな。4月に、名古屋城の方にお邪魔させていただいた際に、
三英戦初お披露目ということだったんですけども、なんと隣を見ると英戦がいると、金色の英戦がいらっしゃった。あのちょうどですが、どんな感じの英戦だったかちょっと思い出せないのでございますけれども、金色でちょっとあのだし巻き卵みたいな色してあの100万石のですが、なんと英戦殿、英戦殿、英戦殿、入ってます。いや見事な英戦具合でございましたな。立派なヒゲにごあまりここ触れすぎてしまうとですね、尺がなくなってしまうということで、ありがとうございます。ぜひ三英戦よろしくお願いいたします。いや我ら一体何しに行ったのかちょっとわからなくなってきてしまいました。ちょっと私ヒゲなくてごめんの。いやいや別に気に病むことはないよ。逆にヒゲがあった方が申し訳ない感じになってしまいました。まあ、しかし先ほどの私たちの演舞待ちを見ておる方もたくさんいらっしゃいますね。早速演舞へと参りたいと思いまする。こたび披露いたしまするのは古書風書にございまする、とくとご覧あれ。いざいざ
私たちのことを初めて見ました、知りましたという方もいらっしゃいまする。その方たちの中でもっともっと知りたいと思った方は熊本城おもてなし武将隊で検索してくださいませ。もしかしたら三英伝でも出てまいるやもしれません。間違いなく出てまいります。はい、ぜひとも気になった方は検索していただくと、私たちが日々綴っておりまするブログ、日記帳、ホームページ、ツイッターなどなどたくさん出てまいりまするゆえ、皆様と共にこの日のもと楽しんでまいりたいと思っておりまする。そしてあっちの方には熊本のブースもございまするゆえ、熊本のことも知りたいと思った方ぜひとも足を運んでくださいませ。それでは皆様方またお会いいたしましょう。失礼いたしまする。違うでしょ、ね、天下一を、ね、狙いに来ている目ですよ。さあというわけで